日はこんな感じでお赤飯を炊いています。炊けました。これは私の日課ですね。こちらを神棚にお供えしてお祈りします。お供えしました。我が後輩です。あ、そうなんですね。今打ったのは我が後輩です。すごい。勝利しました。東京ヤクルトスワローズ。ありがとうございました。はい、イエーイ、おめでとう。無事に、子供もできて、切磋琢磨して頑張ってる今日、いい結果になって本当に良かったです。あ、いいの、はい、あ、どうも、はじめまして、出川哲朗と申します。中学生の時からリアルなヤクルトファンでございます。もう本当にもう今年本当に覚醒してくれたんで、本当にヤクルトファンとしてありがとうございますと言いたいです。そして今日みたいな魂の投げるたびにあらーと、あれがやっぱファンの胸には突き刺さるんで、本当に気持ちの伝わるピッチングでした。ありがとうございました。今後も頑張ってください。あと日本シリーズ多分2戦と6戦になると思うんで頑張ってください。で、明日登板なので勝つにかけてカツ丼を作りました。美味しくできたかしら。じゃーん、やっと買いました。日本シリーズ最後の試合はこれを着て応援したいと思います。感動しました。すごーい。
ほら、来た、来た、見ました。試合の連続ですね。6試合ありましたけど。うざ、パパ違うくなっちゃう。ケケどこ、監督の下、ヤクルトが初めて日本一に。その後、小倉監督の下で。ケケ。そして、若松監督の下で、2001年に日本一。高津慎吾監督の下、6度目の日本一。Thank you.